では、最強装備が整ったと、あ、入り口見て、それ以上にも増して、どうもマグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。もごもごといろんなことをやらせていただきましたが、みんな大丈夫、ついてこれてる、ついてきてもらってこその、これシーズン2ですよ。そこでね、いろんな人から声が一番多かった、この村を守る細工をしていかないといけません。柵で囲って松明を置く、めんどくさくね。ってことで、とりあえず村の安全を守るためにベッドがあるわけですよ。夜は必ず寝ましょう。寝れない場合は村から距離を置きましょう。そこで本日は村を守るためにいろいろやるんですが、まだ松明や柵は使わない。とりあえず歩きやすいように整備をするところから始めましょう。やってまいりましょうだ。どうしようかな、取った鉄で鉄ツール先作るか。お、人参も多少育ってきてるなって。遅いな育つのがよ。おお、金、おお、鉄、もうチェストが足りないよ。早いよ。こうだな。で、今回鉄シャメをたくさん作りたいなと思ってたので、ちょっと待ってね。あ、夜っぽいね。オッケー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 。はい、今なぜ私が夜かどうかが分かったのかをご説明いたしましょう。村人が焦っていたからです。大丈夫、絶対になんか肉ゲットするから、ゾンビ肉。では最強装備が整ったところでシャベルを持ち、早速村の整備始めていきたいと思います。無益な段差をね、取り除いていくところから始めないとダメです。おー、いいね、鉄ツル、鉄ツルじゃない、鉄シャベル、早い。鉄シャベルが早いと感じるぐらいまでには、マインクラフト初期のマインドにはなってきてますね。私、この無益な段差を取り、無益な段差を埋めるという、もう一番こう聖地としてあるべき姿を今私はお届けしております。やはりシーズン1の頃にもね、みんなにね、僕はお話ししておりましたが、マイクラはやった分、時間かけた分、しっかり答えてくれます。まあでもね、かといってね、みんなに等しく時間があるわけではない。まあそこを考えていくと、やっぱりね、こうやってね、結構今整地してますけど、もうこれが、まあほら、もうこれだけで、ほら、こんなにも土が取れたわけ。これで無益な段差を埋めることができるじゃないですか。もうだから、これ以上掘らないでおこう。これ以上掘ると全部ね、石になっちゃうから、その石をまたね、土に変えるというね、すげえめんどくさい手間が襲ってくることになりますから、その辺もね、考えてやっていかないといけない。ちょっとだから今回これちょっと掘りすぎましたね、私的にね。安全かつ着実にちょっとやらせていただいてます。よっしゃー。あとはここもちょっと取っとくかな。おー、こういうのもね、これも無益な段差だよ。土を持って、無益な段差埋めつつ、無益な段差を取り除いていく作業に移りましょう。まずここの家埋まっちゃってるから、掘り起こそう。始まって初期の頃にもね、同じようなことやってましたが、あ、ここでもしっかりとハサミを用意しますよ。この葉っぱもしっかりと回収する。もうちょっとこの辺りも削らせていただきます。しっかりと落ちた葉っぱ回収しましょう。絶対使えるので。うわー、何この無益な段差、ちょっと見つけてしまいます。うわー、なんだここ、なんだこれは、無益だな。もったいないけど、石とかで埋める方がいいんだろうけど、ここはやっぱり土で埋めます。っていうか、まだね、焼き石がないので、石で、石ちょっと焼こうか。土もったいないね、これ使うの。石焼け、石焼け。とりあえず掘り起こせるところを掘り起こしていこう。埋まってる家を救出する作戦です。村をどんどん村らしくしていこう。さあ、夜が近くなってきている。ベッドをしっかり手元に用意しておきましょう。ここも削っちゃっていいと思います。あとはここも掘っちゃっていいかな。おやすみ、あ、まだか、おやすみ。いいですね、いいですね。ちょっとずつ整備されてますね。冒頭で、松明使ったり柵を使ったりするのはナンセンス的なことを言いましたが、加工用しないわけではありませんので、ご安心ください。誰でも簡単にでき、そしてなおかつ 村の安全を守ることができる。人参がうめえ。次はじゃあお隣さん行こうか。お隣さん、ここはもう出てるね、大丈夫だね。ここも出てる。羊が引っかかってる。あ、ここの家埋まっちゃってんじゃないですか。入り口がどこにあるんだろう、この家は。ほら、村人中にいるのに出れなくなってんじゃん。で、ここを開けてあげる。村人が解放されます。ああ、よかったね、よかったね、村人さん。もう少しだけ削ります。おっ、キノコだ。で、ちょっとこう一部下げてあげたりとかで、こうすると、まあなんとなく自然にはなるじゃないですか。
で、ここもちょっとね、埋める多少の埋めまさをさせていただきまして、この辺りの段差もちょっとこう自然な形にしてあげたいというところもあるし、こんなもんでどうだろう、雰囲気的にこういうことだね。あ、ほら、登ってた登ってた、いい、登ってた登ってた。あら、もうシャベルがなくなっちゃったわ。はい、こんな感じになりました。ここはこんな感じで OK。 先にね、周りの道を…お、無益な段差発見。誰がどう見てもこれは無益な段差でしょ。で、ここも登りづらい感じが目に見えてあるんで、うん、入れる入れる、うん、 OK。 で、次の家はここも大丈夫、ここも大丈夫。じゃあこっち行こうか。こっちなんかまあほとんど削んなくても大丈夫な感じだよね。ほら、もう周り全部あえて一段上に上げちゃう。これフェンス引っかかっちゃって、これもフェンスがもう全く生きない、意味のないフェンスになっちゃうので、しっかりフェンスも生かしてあげるために削りましょう。はい、こんな感じだよね。よし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 。次がこの家、この家も全部あるけど、ここにすごい穴が開いちゃってる。土を多めに使ってなるべくハリボテ感を避けつつの閉じ閉じしましょう。非常にこれでほら、すっきりと安全になったでしょ。この辺りがまた非常にこの家を埋めちゃってしまっている感がありますので、掘ってかなければならない。何やってんだ君たちは、そこで、君たちは今そこで。で、ここの家は一応入れるのか確認。おお、中にこんなの入ってる。で、これがもう窓がもう死んじゃってるんですよね。まあそれはそれでいいんですよ、デザインとしていいんだけど、そこはなるべく生かしてあげる方向で開拓を進めていってあげた方がおそらくはいいです。あ、入り口見て、もう出入りできなくなっちゃってるよ。このね、自然生成される村のこの一番の特徴としては、こういうちょっと段差ができている。この入り口がここじゃないですか。で、これがこうじゃないですか。で、その間にこう3マスの道があって、こっちがこの高さでこっちがこの高さだと道が作れねえじゃねえかと。屋根がこんな風に出ちゃってるから、まあ、一番簡単なのは全てリフォームしてしまうことが簡単なのですが、そんなのは初期にできることではありませんよね、皆さん。ってことで入り口を変更してあげるのが一番手っ取り早いです。発見。ゾンビの声がしたから来てみれば、お前らがいたか。ちょっとすいません、ちょっとボコってきまーす。ゾンビの声が聞こえて、なんでわざわざここに来たのか。傷ついたワンちゃんのためでございます。よっ、犬使いの鏡、こいつにいっぱいあげ、あーはは。先ほどの続きをやっていきまーす。もうアイテムがもういっぱいになっちゃってるよ。入り口を変えてあげることにいたしましょう。ってことで、ここをとりあえず削らせていただいてね、中もこうで、ここ取るでしょ。で、丸い食でしょ。で、ここはこうでしょ。一つ潰させていただきまして、こうしてここに扉を設置し直す。もうこれでほら入り口変わりました。で、さっき取った階段はこうやってね使う。違和感なく入り口がこちらになりました。次は掘らんといけんのが、はい、残すは私の家、この下の家です。この家実は埋まっちゃってるんですよね。ここもこのままでいいんですよ、この家があるから。なんだったらここも丸石にしてあげると自然だよな。こうしてあげるとここも自然になります。こういうところも丸石に変えてあげるとより自然な街になります。パッと見、ああ普通に自然に湧いた村なんだろうなって思われがちだけど、その実めちゃくちゃ整備された美しい村だったというのがいいですよ。友達を呼んだ時にそこに気づかなかった時、その時あなたは勝利したということになります。わかりますか、この感じ。そういう村づくりを僕と一緒に皆さん目指していこうではありませんか。村がね、もう場所場所によってね、もう生成のされ方が全然違うわけじゃないですか。もう皆さんご存知のように、どんな生成のされ方をしていようが、こうやって整備してあげることでね、何のメリットがあるかって言われると、心だよね。あのね、愛着が湧くの、村に。村や村人への愛着が湧いて、マイクラをまあ投射費ですけれども40倍ぐらいまで楽しめるよ。自分が整備した街、想像してみてください。愛着湧くよね。
全ての家にストレスなく入ることができ、かつ全ての場所に歩いて向かうことができる、そういう村づくり。なんかいっぱい歩いてきたな。なんかどっか出稼ぎから帰ってきたみたいな感じで、いっぱい今いっぱい来たよ村人。だんだん綺麗になってきた、整ってきた。他なんかどっかないかな、変なところ。ではここまで来ましたので、最後にね、あちらの方からちょっとぐるっと回って、不自然なところがないかしっかりとチェックして終えたいと思います。ね、村がどんどんつながっていくこの過程をご覧いただけたと思います。ここももういらないな、ちょっと埋めようかな最後。ここ埋めて、今回終わりたいと思います。縮小、時には縮小も必要ですよ皆さん。また大きくしたければ広げればいいわけですから、村やモブへの愛着がこのマインクラフトを続ける上で本当にいいスパイスになります。ぜひ参考にしてみてください。よし、この辺で終わるかね。と思ったけどね、ここから向こうへ繋がらないのか、ちょっと確かに気になるっちゃ気になる。つなげられなくもないな。はい、このように全部つながりましたね。本日は村を整備してみたでございました。どうですか、いかがですかこの感じ。まずね、要するにいらないものを捨て、いるものを置いていく、ただそれだけの作業なんですが、今回見違えたと思いませんか。パッと見変わりませんよ。でもこの動画を最初から見てくれていた人は、まさかここがこういう風につながるなんてっていう部分がおそらくあったのではないかと思います。まだまだ湧き潰ししたりとか、敵モブがやってこれないようにとか、いろいろやっていかなければならない工夫は確かにたくさんありますが、それ以上にも増して、素晴らしい、こういうね、初期だからこそできる、初期にしかできない整備の仕方です。アイテムを揃えてからやるのもいいかもしれませんが、このようにやっていって愛着をどんどん深めていってください。ありがとうございました。というわけで本日誕生日の兄弟へ送るワンチャレンジ、今日すっきりさせてあげたいと思います。今日誕生日の兄弟のみんな、一緒にすっきりしよう。無益な穴を埋める、いくぜ。無益な穴があるんだ、でっけえ無益な穴があるんだ、ここだよここだよ。それでは埋めます。はい、でてりーん、もう一段埋める、もう一段埋める、できました。もっと埋めてもいいかもしれませんがね、とりあえずはこんなもんでいいんじゃないでしょうか。というわけで本日誕生日の兄弟おめでとう。僕的にもね、理想の村の整備ができたと本当に思ってます。では兄弟通信いきましょう。楽しみだ、うん、ワクワク。別に沢尻カズさんのようにハードモードにしてほしかった。今からでも遅くない。これさ、アンケート取ってみるわ。新しくシーズン2がマグ2完全体なのかもしれない。シーズンはマグ2じゃなくマグ1だったのかもしれない。なるほど、うまいこと言う。マグ2の喋りは好きだけど、シーズン1やってることが高度すぎて登録を解除してました。でもシーズン2になってまた登録し直しました。楽しみにしてます。うわー、嬉しいですね。こうやって思ってくださってる方って多数いらっしゃると思うんですよ。僕らしさをなくさずに、みんながついてこれるようなマインクラフトの楽しみ方を今後も提唱していくつもりです。ほな画像ありがとうございます。なんかあの1話のやつをね、こうやって作ってくださったみたいですね。ありがとうございます。シーズン2スタート、本ネタ画像、そして祝セカンドシーズン画像、ありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。ジャニーパッハハーイ、これにて。